皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。流行り紙の続きをやっていきましょう。ゆかりさんにゆうすけくんのことを本当は愛していなかったんですよねって問い詰めてるところですね。で、ゆかりさんは、ゆうすけを傷つけることもあったけどって口を滑らせてしまったっていうところです。小暮さんは沈痛な面きでうつむき、道明寺はにやけた顔で事の成り行きを見守っている。そんな場の雰囲気を察して斎藤ゆかりは激しく抵抗した。いい加減なこと言わないで、そんなふざけた話をするのならもう帰ってください。奥さん奥さん、そういうわけにはいかないんすよ。こっちには令状があるんですから。皮肉っぽく道明寺が令状をちらつかせる。あなた方は祐介を助けるのが仕事でしょう。くだらない嘘を並べる前に祐介を救い出してみなさいよ。ゆかりさんの口調が激しいものになっていく。なんとか自分の罪を逃れようと必死にもがく母親の姿。それを見なければならない苦痛は言葉では表せない。あなたの答えが誘拐事件に大きな関わりを持つかもしれないんです。僕は意識的に口調を強くした。関わりってどんな関わりなの？急に不安にとらわれたのか、斎藤ゆかりがおどおどと質問してきた。それは言えません。まだ捜査中の段階ですので。冷たいようだが、ここはきっぱり突き放す。そして僕はもう一度尋ねた。あなたは祐介君を愛していますか？僕の問いに彼女は唇を噛んだ。一瞬躊躇して、そして、当たり前です。これでは話は進まない。あまり追い詰めたくなかったが仕方がない。僕は道明寺に目配せして IC レコーダーの準備をしてもらった。例の犯人と彼女の会話を録音したものだ。これを聞いてもらえますか？最初に聞いた時も違和感があったんですが、ようやく分かったんですよ。その違和感の正体が。彼女は僕が何を言いたいのか測りかねている様子だった。道明寺さんよろしく。道明寺はうなずき、レコーダーの再生スイッチを押した。以前にも聞いたくぐもった声が流れ始める。の子供さらった。何ですって？お前の子供さらった。あなたは誰なの？ザクロの身一人で来い。僕は道明寺に目配せして IC レコーダーを停止させた。これのどこが変だって言うんですか、あなた方は。彼女の顔はこわばったままだ。視線が落ち着きなくあちこちへと飛ぶ。僕が違和感を覚えたのは、あなたは誰なのという部分です。別に普通じゃないの。彼女はまだ僕の言葉の意味が分かっていないようだった。いいえ、不自然です。母親ならばまず最初に子供は無事なのかと、愛する我が子を案じる言葉が出てくるはずなんです。子供が誘拐されたと知った場合、普通の母親なら何を差し置いても子供の安否を確認するはずです。でもあなたは子供のことではなく、犯人が誰かということを気にしているんです。斎藤ゆかりはビクッと身を震わせた。まあでも動転してたら分からへん気もするけどね。どうやろう。もう彼女の目は僕の方を向いてはいない。それは突然のことで、気が動転してたのよ。彼女の言葉に道明寺が口を挟む。あ、そうか。でもめちゃくちゃ落ち着いた口調なんか、この人。そんなはずないでしょ、奥さん。あなたは冷静だった。声も震えてなかったし、会話を録音したこと自体できすぎなんすよ。確かにね。ほんまやね。そしてとどめを刺すように追い打ちをかける。奥さん、あなたどうしてあんなに落ち着いてたんすか？知りません。
否定する彼女を道明寺は相変わらずニヤニヤと笑いながらいたぶる。それは決して見ていて気持ちのいいものではなかった。奥さん、こっちには令状があるんすよ。あれ、道明寺のセリフ飛ばしちゃった。あー見られへん。あれどうやってこれさ、あれ見るんやった、ログの見方忘れちゃった。まあいっか。捜査令状が出てるんですよみたいなこと言ってたよね、多分ね。なんですって。それじゃあまるで犯人扱い。あなた方、まさか私がユウスケをそんな風に思っているんですか。斉藤ゆかりはようやく自分の置かれた状況を理解したようだ。いえ、僕たちだってそうは思いたくないんです。だったらどうして。犯人は未だ何の要求もしてきません。僕たちは犯人の目的を知る必要があるんです。だからそのために少しでも多くの事実を知らなければならないんです。僕の言葉に斉藤ゆかりはしばらく考え込んだ後、冷たい目を開いた。わかりました。家の中でも何でも好きに調べてください。拒否するとばかり思っていたので彼女の答えは意外だった。どうせ何も見つからないわ。勝手にやってさっさと帰ってちょうだい。本意ではないにせよ、家主の承諾を得た僕と小暮さんは2階にある子供部屋を調べていた。誘拐された祐介くんが使っていた部屋だ。道明寺にはリビングで斉藤ゆかりに付き添ってもらっている。彼女が証拠隠滅を図る可能性もあるからだ。それにしてもあの母親が、自分にはまだ信じられません。小暮さんの頭の中では2年前に斉藤ゆかりが祐介くんを火事の中から救い出したという事実が美化され、離れなくなっているらしい。しかしそれもすぐに明らかになる。祐介くんと母親の関係を示している証拠。まず思いつくのは祐介くんの日記だ。それに祐介くんを写した写真も手がかりになるかもしれない。さらにもう一歩踏み込んで、ゆかりさんが祐介くんを狂言誘拐した、あるいは殺害したことを示唆する証拠も注意深く探さねばならない。祐介くんの部屋は整然としていた。勉強机の上には消しゴムカス一つ落ちてない。教科書は棚にきちんと並べられている。引き出しの中も調べてみたが、必要以上に整頓されていて、まるで生活感がない。これが本当に子供の部屋なのだろうか。書棚をざっと眺め回してみる。驚いたことに漫画本の類は一冊もない。参考書、図鑑、あるいは宮沢賢治など文学文庫があるだけだ。クローゼットの中には衣類が折り目正しく畳まれている。これを祐介くん本人がやったのだとしたら異常と言ってもいい。部屋に存在するもの一つ一つが斉藤ゆかりのしつけの厳しさを物語っていた。小学生ならばおもちゃの一つくらい持っていてもいいはずだ。アニメのロボットだとかミニカーだとかテレビゲームだとか、そういったものも見当たらない。ゆうすけくんは普段この部屋で何をして何を楽しみに過ごしていたのだろう。ゆうすけくんの部屋では日記や写真など目ぼしい証拠は何一つ見つけられなかった。他の部屋も調べてみたが、どの部屋も片付けられており、人が住んでいる雰囲気ではなかった。まるで理想の家をかたどったモデルルームのような印象だった。作られた理想の家庭。ふとそんな言葉が頭に浮かんだ。リビングに戻ると、すでに落ち着きを取り戻した斉藤ゆかりが、冷めた目でこちらを見つめてきた。刑事さん、何か証拠は見つかったかしら。いえ、まだです。僕は声を抑えながら答えた。
先輩、頑張ってくださいよ。今さら間違いでしたなんてなしっすよ。道明寺がわざとらしく情けない声を出す。リビングに置かれた棚、その引き出しの奥にアルバムが入っていた。日付はいずれも5年前。左に斉藤ゆかり、右側にいるのが元の旦那さんだろうか。そして幼い祐介くんが真ん中に写っている。3人とも笑顔だ。最近の写真はないんですか？僕は彼女に直接尋ねてみた。仕事が忙しくて写真どころじゃありませんから。では祐介くんと遊びに行ったりということは？ありません。祐介もわがままを言わない子ですから、どこかへ連れてってなんて言わなかったし。母親はそっけなく答えた。いい加減諦めたらどうなんですか？私が祐介を愛していない証拠なんて、初めからあるはずがないんですから。僕が押し黙っていると、不思議そうに壁を見つめる小暮さんが口を開いた。先輩、この壁、妙ではありませんか？妙？僕は小暮さんの指す壁の方に近づいた。そこには僕の背の高さほどのキャスター付きの本棚が置かれていたが、本棚の後ろの壁に目立たぬように薄い白い布が貼られていた。このリビングの隣には客間がありましたよね、先輩。うん。でも客間とリビングの間、なんか離れてると思いませんか？見ると確かにリビングから客間までの間にもう一部屋あってもおかしくないくらいの距離がある。もう一部屋あってもおかしくない。まさかそんなことが。しかし斉藤ゆかりの表情には明らかな変化が見られた。目を見開き、顔面は蒼白だった。妙な予感がした。この本棚の後ろ、壁の向こう側にとても恐ろしい事実が隠されている気がする。小暮さんに目で合図し、壁の前の本棚をどかしにかかる。キャスターがついているので動かすのは造作もない。やめて！家の主はものすごい形相で小暮さんの腕を引っ張った。僕は彼女を追求する。この壁の向こう側に何があるんですか？何もないわ。だったら調べさせてもらいますよ。だから何もない。何もないのよ。斉藤さん、何を隠しているんですか？知らない。私は知らない。僕が斉藤ゆかりの注意を引きつけている間に、小暮さんは素早く本棚を移動させていた。壁に不自然な布が貼られているのがあらわになった。その布を上から触ってみると、わずかだがガタガタと動いた。引き戸を、引き戸を布で隠してあったのだ。斉藤ゆかりさん、この奥を見ても構いませんね。ゆかりさんは震えていた。僕たちと目を合わせようとしない。僕はもう一度だけ確認した。構いませんね。彼女は何も答えない。もう何も耳に入らないのかもしれない。小暮さん、よろしくお願いします。押す。小暮さんが怪力で布を剥がしていく。真っ白な布が徐々に剥がされ、その下から現れたものは、予想通り引き戸だった。引き戸か。でも引き戸って鍵つけられへんもんね。何か隠すにしても閉じ込めておくみたいなことはできないよね、きっと。おお、こいつは世紀の大発見っすね。道明寺がわざとおどけて言う。まさか隠し部屋とは、奥さんの趣味っすか。凝ってますね。とても笑えない冗談だ。僕は遠回りにして息を呑んだ。この奥に何があるのか、どうしても最悪のケースを想像してしまう。バレるはずがないと思っていたものが暴露され、斉藤ゆかりの顔色は蒼白を通り越して真っ白だった。唇をブルブルと震わせ、まともに喋れそうもない。
戸の前に立った小暮さんが救いを求めるように僕を見た。きっと自分の手で開けたくないのだろう。僕は小暮さんの代わりに戸の前に立った。開けます。僕は意を決して宣言した。戸を開けた僕はよどんだ空気の中に足を踏み入れた。部屋の中は真っ暗だった。先輩これを。道明寺は懐中電灯を差し出してきた。用意のいいことだ。まるでこうなることを見通していたように思える。僕は懐中電灯を受け取りスイッチを入れた。これは。ん？それらの文字は壁一面に拙い字で書き綴られていた。まるで血で書いたかのような不気味さを感じさせる。僕は絶句しつつも部屋に足を踏み入れ、その文字を指でなぞってみる。血ではなかった。クレヨンみたいっすね。いつの間にか背後にいたのか、道明寺がつまらなそうに言った。そういえば昔、僕らの祖父ぐらいの時代にはよくいたずらをした子供を銅像に入れて反省させるみたいな教育もあったらしい。でも今はもう21世紀だ。なのにこんな。先輩、ゆかりさんはゆうすけくんにその。小暮さんはそこで一度言葉に迷った。かなり行き過ぎた教育をしていたようでありますね。僕はくまなく部屋中を懐中電灯で照らしてみたが、ゆうすけくんの姿はなかった。ただ部屋の真ん中にクレヨンが落ちていた。12色のクレヨンセットの箱、その中に入っていた赤いクレヨンだけが異常に短くなっていた。母親の子供に対する仕打ちはこれで分かった。おそらく誘拐事件発生の後、警察が来ることを考えてこの部屋を隠しておいたのだろう。あとはゆうすけくん誘拐との関連性だ。僕たちは隠されていた部屋を出ると斉藤ゆかりに質問した。いやでも私もね、昔暮らしてたその実家のあった家の裏側にマンションあったんやけど、ようねマンションのベランダで子供出されて、ママごめんごめんなさいって泣いてるのは昔はちょいちょい聞いたけどね。で結構それで近所の人とかが家の中入れてあげなさいとかって怒って家入れてあげるみたいなのを結構繰り広げられてたけど、割と月1ぐらいであったけどね。しかもその同じ子ばっかりじゃなくって、結構バラバラやね。この間はここの子やったけど、多分そこの子がベランダに出されて泣いてんの見て、そのマンションの他の部屋の人が ああいうのあるんやってなって、その人が多分また怒った時に子供ベランダに出して、そうしたらまた違う部屋の子がベランダに出てきてみたいなんで、なんか 4、5人でやってたよ。月に1回ぐらい怒られてベランダで泣き叫ぶっていうの。今なら大問題よ。斉藤さん、ゆうすけくんを教育するためにあの部屋を使っていたんですね。いくら何でもやりすぎです。あの壁に書かれた言葉をあなたは読みましたか？僕は怒りを込めて問い詰めた。しかし斉藤ゆかりは面倒くさそうに鼻で笑った。自分の産んだ子供にどういう教育をしようと私の勝手でしょ。なんてことを。あれはもう教育じゃありません。小暮さんももはや彼女を擁護するつもりはないらしい。斉藤ゆかりは完全に開き直っていた。開き直った人間が見せる隠された裏の顔。イライラするのよ。あの子が言うことを聞かなくて。子供なんて作るんじゃなかったって毎日後悔してたわ。今回の誘拐だって一応警察に知らせたけど、別にあんな子戻ってこなくてもいいのよ。吐き捨てるような口調だった。母親ならば誰もが子供を愛している。それはもはや幻想なのだろうか。
僕はやりきれない思いになった。もう気が済んだでしょ。帰ってください。斉藤ゆかりは面倒くさそうに手を振った。彼女が行き過ぎた教育をしていたことは証明されたが、彼女の狂言誘拐だと断定する証拠は何もない。どうするべきだろう。斉藤ゆかりはこの誘拐事件の犯人なのだろうか。犯人ではなさそう。狂言誘拐ではなさそうじゃない。だって狂言誘拐するんやったら、あんな慌てて部屋隠す必要ってなかったわけ。あの部屋きっちり隠しきってから警察じゃあ狂言誘拐すればいい話を慌てて隠した感じってことは、誘拐自体は起こっちゃったんでしょ、急に。もし母親が犯人だとすると、誘拐の状況で何か気になることはないだろうか。送られてきたファックスかな。犯人からの電話かな。犯人の要求、そのザクロのなんとか、ザクロの実で一人で来いと言った。これがもし、斉藤ゆかりの自作自演だとすれば、ちょっと変な要求ではないだろうか。金銭目的のような単純に理由、金銭目的のような単純な理由にするならいい。しかしなぜこんな意味不明の要求をする必要があるんだ。他にも気になる点はある。それは会話中の斉藤ゆかりの様子。彼女はとても冷静に対応していた。そのせいで僕らは祐介くんへの愛情を疑ったんだ。では自作自演と考えるのはどうだろう。そのザクロの実が意味わからんもんね。そうやねんな。自作自演するならもっと模範的な母親を演じるはずやし、あんなザクロの実っていう言葉を残す理由がないもんね。もっと単純なものにするとか、その狂言で子供帰ってこなくていいわっていうことでの誘拐なら、もう子供を殺したっていう線で行くのでもいいわけやん。帰ってこなくていいんやから。狂言誘拐はないんちゃう。僕は斉藤ゆかりの言葉に従い退散することにした。どうしたのでありますか先輩。あの母親をこのままにしておいていいのですか。そうっすよ、任意同行できたかもしれないんすよ。小暮さんと道明寺が口々に批判する。事件の核心に近づきかけている今、あっさりと退散するのは確かにおかしいだろう。斉藤ゆかりはなぜ祐介くんにあんなことをしていたんでしょう。僕はふと気になった疑問を口にした。イライラしたと言っておりましたが、小暮さんが不思議そうに僕の顔を覗き込む。まさか先輩、斉藤ゆかりは犯人じゃないと。道明寺はありえないという表情でかぶりを振った。いやそれは、ただその理由が漠然としすぎている気がするんです。彼女はまだ何か隠しているんじゃないでしょうか。先輩、そりゃ難しく考えすぎってもんすよ。道明寺が呆れたように天を見上げる。確かに僕自身考えすぎと思わないでもないけど、もし今回の誘拐事件と斉藤ゆかりの行動に何らかの因果関係が存在するなら、彼女が真犯人だとしても本当の理由を調べることは事件を起こした動機につながるわけだし、決して無駄にはならないと思うんです。道明寺は僕の考えを聞いて苦笑した。
先輩は仕事熱心っすね。まあそれより今は彼女が真犯人であるという物証を見つけることが先決でしょうね。それに俺としては鬼の存在がまだ引っかかってましてね。ああ、それならこういう考え方はできませんか。今町田市周辺では祐介君をさらったという奇女の噂が広まっているんです。その噂によると、奇女の特徴は、人を見かけると逃げる、髪が短い、タバコの煙を嫌がるの3点です。そしてある協力者がタバコの煙を怖がるに注目し、奇女にはタバコ、煙、炎のいずれかに対するトラウマがあるのではないかと推測したんです。道明寺はいつになく興味深そうに話に聞き入っている。僕たちの調べたところでは、2年前に斉藤ゆかりは実家を火事で失い、両親を亡くしています。そしてその時彼女は命がけで息子の祐介君を火事の中から救出しているんですよ。なるほど。先輩は斉藤ゆかりが経験した火事と、奇女の弱点に接点を見出そうってわけっすね。道明寺の言葉に僕はうなずいた。しかし先輩、そりゃ無理っすね。道明寺はあっさりと否定した。無理、なぜですか。俺さっき先輩たちが家宅捜索している間、斉藤ゆかりの前でタバコ吸ってたんすよ。彼女嫌な顔一つせずに灰皿出してくれましたよ。あら。やはり我々の推測は見当外れだったのでありましょうか。腹ごしらえのために入ったうどん屋さんで、小暮さんはきつねうどんをガツガツかき込みながらぽつりとつぶやいた。道明寺の証言により、斉藤ゆかりがタバコに対して何ら変化を見せなかったことが明らかになった。これは奇女の特徴であるタバコの煙を怖がるに符合しない。そうですね。僕たちは奇女の特徴としてタバコの煙を怖がるばかりにこだわっていましたから。優香さんに教えてもらった噂の奇女の特徴は全部で3つある。これも何回も言ってるね。人を見かけると逃げる。髪が短いですか。かなり印象的な特徴でありますな。小暮さんの言う通り、髪が短いだけで犯人の特徴を絞り込むのは困難だ。そうやね、人によって短さ違うもんね、短さのレベルが。人を見かけると逃げるは、やましいところのある人間なら、人に近寄ろうとしないのは普通だと思われる。あ、これ待って、もう半じゃない、30分過ぎるんちゃうか？過ぎてない？一旦ここまでにしましょう。また次回の動画見ていただけたらこれ幸いです。失礼します。